ジが違う。私は好き。はい、じゃあ出ていきます。せいももです。今回は NiziU のテイクアウトピクチャーのグッズが早速届いたので開封していきます。はい、ということで今回は NiziU テイクアウトピクチャーのグッズが届いたので開封動画になります。はい、 NiziU では私はニナちゃん推しになります。で、今回もソニーミュージックさんの方で購入して、結構今回は買ってから届くのが早かったです。では早速開けていきます。じゃん。こういう風に紙に包まれてるんですよね。じゃん。よいしょ。すごい梱包が丁寧。よいしょ。はい、まず缶バッジの方から紹介をしていきます。はい、でこのような感じに3つあるんですけど、まず推しのニナちゃんになります。はい、2個、保存用と板場用ですね。板場まだ作ったことないんですけど、まだライブとかそういうオフラインのイベントがないので、オフラインのイベント開催されたらすぐ板場作りたいですね。で、ブルーベでね、本当に可愛い。内側の髪がブルーってなんかすっごいミステリアスで可愛いです。はい、でこちらの推しのニナちゃんと、あと入手のまゆかちゃん。で、こちらのまゆかちゃんも本当にツインテールバチクソ可愛いです。でもなんかミーシちゃんも前髪なしです。あれもすっごい可愛かった。で、まゆかちゃんは入手なので購入しました。今のところまゆかちゃんは入手です。はい、次にこちらとカードセット開封していきます。で、今回うちわがないんですけど、うちわは自分の好きな美女だったり、あとは最初の方のビジュアル、最初の方っていうか最初のうちわを買いました。なのでメイクアイハッピーは買ってて、あとステップアンドステップもポップアップスターだったのでなぜか買いました。いいビジュアル、私が好きなうちわのビジュアルが来たらうちわ買いたいなって思います。でも本当メイクアイハッピーが一番私は好きです。はい、では開けていきます。これね、すごいおしゃれ。あ、そうだ、裏が本当おしゃれなんですよ。こんな感じ、裏も工夫されていてすごいいいなって思います。じゃーん。はい、まこちゃん、りおちゃん、まやちゃん、りくちゃん、まゆかちゃん、まゆかちゃん、りまちゃん、みーしちゃん。あ、このなんか上目使いすごいかわいい。で、推しのになちゃん、いい、かわいい、クールでかっこいいです。はい、このような感じになります。結構テイクアウトピクチャーのこちらのビジュ大好きなので嬉しい。はい、そして最後になるんですけど、ラントレを今回5枚購入しました。で、TWICE で結構ラントレ開封してるんですけど、NiziU は初めてなのですごい楽しみです。これからラントレが出ると思うとすっごい楽しみ。では早速1枚1枚開封していきます。で、私推しがニナちゃんなので、ニナちゃんのコンプしようかなって思うんですけど、まあ、今回5枚買ったので、多分5種類じゃないんですよね。9種類ぐらいだったかな、そんぐらいの種類だったので、ニナちゃんのなんというの集め方法っていうのかな、は、まあ、交換はあんまり決まんないと思うんですけど、交換だったり、あとはフリマアプリっていうのかな、そこで購入したりだと思います。 NiziU のグッズ紹介も出せるとき出したいなって思うので、そこで紹介するときはラントレ多分全て揃ってると思います。でも、まあ、紹介するのはちょっと先かなって思うんですけど、まあ、そんなすぐには揃わないので、でも揃ったらまた紹介したいなって思います。ちょっとね、まだ全然どっちが裏とかね分かんないんですよね。全然覚えてない。はい、こっちが表、こっちからが裏ですね。
とちょっとずつ見ていきますお、ん？どういうことこれ？あ、こっち？横？え？行くよ？行くよ。せーの、パン！まゆかちゃん！やば、縦だった普通に全身だからか、全身だからまゆかちゃんがちっちゃい。すごいすごい、赤い衣装のバンダナまゆかちゃん来ちゃいました。いや、ほんとかわいい。ほんとね、バンダナ神。嬉しい、まさかのまゆかちゃん。次、2枚目いきます。幸先がいいですね。いきます、2枚目。お、黄色だ、分からない。え、待って、黄色って、あ、でもそれポッピンシェイキン、あ、でもこれポッピンシェイキンの愚痴でもあるんだ。え、黄色ってまゆかちゃんですよね。あ、なんかボール、ボールで遊んでるみたいな。ちょっと語彙力がない。あ、あれ縦だ。あ、違う、まゆかちゃんじゃない、分かんない。せーの、パン。あ、待って、推し、推し来ました。ニナちゃん来てくれました。全然昨日の背景とか関係なかった、まゆかちゃんにまさか、しかもあのこの好きなビジュアル、待って、めっちゃかっこいい。やばいやばいやばい、見推し、推しはやばい、やばー、嬉しい。3枚目いきます。やっぱなんかちょっとずつ見ていくの楽しい。はい、いきます。下から見る、でも下から見たらちょっと分かっちゃうから受話器だ。え、これ赤衣装じゃん。え、赤衣装は嬉しい、赤衣装とこの美女が好き。誰誰、いきます、パン。あ、リマちゃん、え、かっこよ、リマちゃんだけすっごいかっこいい。あの、なんかよくお祭りとかである銃で景品撃って当たったらもらえるみたいな感じで。お団子、前髪なし、かわいい。やば、すごい、なんか嬉しい、外傷が嬉しい。4枚目いきます。もう4枚目、横かな。せーの、パン。あ、あやかちゃん、待って、これ見たことある、この写真。え、また前髪なしのメンバーだ。そう、前髪なしメンバー率多い。これポッピンシェイキの美女ですね。激かわ、ほんとかわいい。え、これみーちゃん出たらメンバー順じゃないですかはい、開けていきます。これはちょっとみーちゃんを期待してしまう自分がいる。え、どうしよう、一気に見ようかな。まあいいや普通に見よう。待って、これこの髪、この髪型じゃない、この服装は。せーの、パン。まこちゃん、これツイッターでもちょっと見かけたんですけど、キュート、キュートなまこちゃん。前髪なしのメンバー率がすごい。まこちゃん、あ、なんかみんな前髪なしだなみんな前髪なしだ。みーひちゃん、りおちゃん、みなちゃん以外みんな前髪なしだはい、ということで今回は NiziU のテイクアップクチャーポッピンシェイキンのグッズ開封を行いました。個人的にすごい嬉しい開封結果となりました。皆さん見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。